まずはアーティストを夢見る若者たちの姿をドキュメントで応援する無限ロードのコーナーです。今週はあるストリートミュージシャンの物語、全国各地を回った2人の奮闘記です。まだ名もなき路上の花、街は雪が舞うほど冷たかったけど、君の声に偶然出会って世界が変わった。あれなんていう曲、ずっと耳から離れない。今夜も君はあの場所でマイクに向かうの？無限ロード、街の片隅から始まります。無限サイトに寄せられるストリートミュージシャン、インディーズアーティストの情報、そこで番組はあるストリートミュージシャンに注目した。新潟県出身、高則とピロンのいとこ同士によるユニット、日向。現在は主に関東圏で路上ライブを続けている。1月某日、2人は横浜駅前にいた。頑張れ。午後7時、元気な歌声でライブは幕を開けた。頑張れ。彼らのストリートに対する思い入れは大きい。やっぱり路上ライブの良さは距離だと思うんですよ。日向は昨年春、47都道府県を47日間で回る旅を敢行。全国の路上で歌った。次の県まで自ら運転、サイトの掲示板を毎日更新した。ホームページに書き込みとかがあって、本当にお客さんが全員、メッセージとか送ってきてくれて、実感すごかったです。もうすごい嬉しくて。頑張れ。地元ではすでに人気を得ていた彼らだが、その行動力で徐々にファンを全国へも広げていった。旅の合間に地方のラジオやテレビにも出演した。もうでも何が何でも一日一県っていうのはやっぱり守んなきゃ。でもやっぱりなんだかんだでね、なんとかなるもんですよ、これって。こうして5月、ついに日向は新潟県にて47の日向旅を終了。全国の路上を制覇した。トレードマークの上りはファンのメッセージで埋め尽くされ、各地で販売した CD は最終的に5000枚を売り上げることになる。しかし、突如地元を襲った大地震。5日後、サイトの呼びかけで全国のファンから集まった救援物資を届けに、日向は長岡市ほか被災地へ向かった。目の当たりにした悲惨な光景。しかし、道中の空に見た天使のはしごは、早い復興への希望を与えてくれた。その後彼らはオールボランティアによるチャリティーライブを開催。各地の路上ライブでも募金活動を続け、大晦日、地元のカウントダウンライブではその募金が長岡市長に手渡された。この年彼らが行った路上ライブは実に900回に及んだ。そして2005年、日向は今日もストリートからメッセージを届ける。ダイレクトに僕らのだと、その反応が、聞いてくれる人側の反応が返ってくるんで、この距離がすごく好きで、まあ、厳しい時はすごい、旅回ってる時も厳しかったんですけど、お客さんいない時は結構日向の歌をお前にぶつけてるみたいなね、互いにお互いに、そう。もう心にしみる ね大好きですそんな彼らは3月2日、シングル直球勝負をリリースする。
恋愛への前向きな気持ちを歌ったナンバーだ。歌は心をモットーに等身大の自分たちを伝えていきたいという日向。熱く歌うその姿は人々の心を捉え続ける。日向の音楽を追求して、あとはもうがむしゃらに、うん、もうただ本当にがむしゃらにやろうかなと思って、シンプルに。いろんなお客さんにね、心をぶつけていきたいと思うんで、ぜひ打ち返してきてください。無限ロード、今日はここまで。いつも皆さんからのインディーズ情報ありがとうございます。あなたが応援しているバンドのもとへ、あなたに元気をくれたアーティストのもとへ、番組スタッフと私が走ります。次回無限ロード、歌とダンスに燃える女の子2人組を追いかけます。